えー、それでではあのパート4ですここではあのもうあのかなりなし屈指的にあのあの行列というのを出してきてますけど、えー、二次正方行列の,、えー、と行の自体のことを詳しくやっていきます。まあ、あの二次正方行列に限らず、まあ、周辺的なことをいろいろ含めてあの取り上げていきます。えー、それで、えー、まずあの行ベクトルと列ベクトルの積ですけど。 えおな左が行ベクトルで右が列ベクトルでこれ同じサイズですいいですかこれあのかけるとあの数になりますいいですかエイチエイにこれ行ベクトルとあのあのエクスイ X1X に行く列ベクトルをかけるとエエイチクスイチプラスエイ a クスになりますえこれ後々あのえっとその行列いいですか行ベクトルも列ベクトルも行列なの それでそれの特殊なあのえっとその席の積の特殊な形としてあのこれもてあの整合的になります。でその時はあのちょっと先に言っとくけど 1×1 行列1行1列だからこれ2ってのはこれあのはこれは2と同じです数。数が数はえっと 1×1 る一 1かける1行列ですね <laughs>。いいですか。2でお括弧で来るとこれ行列なんですけどこれ2と同じだと思います。いいですか。で次はえっとあのここにありますけど A1A2A3X1X2X3 行ベクトルとレスベクトルをかけると A1X1+,A2X2+,A3X3、AH、になります。 いいですかもうでだからあとは一般化は同様でしてえっとここにありますねあの a1 から an という行ベクトルと x1 から xn という n 次元のレスベクトルの積は a1x1+a2x2+.anxn、AH、点点点ですねでこれはちょっと注意すると逆にするとこともあとでえっと ででわそういうのはあるって分かっちゃうんだけどこれ二次になりますえどうなんだっけよく覚えてないけどい確かにこのです。っていうふうになります <laughs>。ですからあの左右あの間違あの 間違えるとと悲惨なことがになこにりますからねちょっと注意してください。これあ,のあまり今日の段階で気にする必要ないですからね。いいですかえっ、ー、と一般の,あの行列の席一般の行列同士の席を定義したらこれ見えるようになりますからまあ,あまり気にしないでください。それでえじゃあ,あの もうちょっといろんなことをやっていくと2行の行列っていうのを考えましょうかえっと2次元列ベクトル ABC がありますね大丈夫ですかえここにありますねえっと HA2B1B2C1C2 B B という成分を持ってるわけねであの行列っていうのはあの基本的にはあの列ベクトルをあの束ねるものだというふうに理解しましょういいですか列ベクトルを 束ねるまあ本当は行列とかでもいいんですけど、まあ、あのいろんなことを表現していくのにレスペクトルを最初に持っていくのがあの、まあ、習慣ですよね本当は。昔あのスナッの同級生でがあのこ駒場の頃になんかあの変わったやつであこ,れこれまずかったかな今の。あの 縦とか横とか、そんなのは、あのう、スナック店にどう意味があるんだとか言って、あのえ <laughs> もちろん、あの行ベクトルから始めて、いろんなことを展開していくということも。全然問題ないです。パラレルな世界が。並行的に世界がで、できます。<laughs> いいですか <laughs>。えまあ、そんなこと気にしなくていいですか。まあ、いずれにせよ、あの列ベクトル、まあ。たまには行ベクトルを、あの束ねる。のが、あの その行列です,いいですバ英語ではバンドルですね動詞は。それであのー、だから、えー、どこにいるかというとここ見てください。あの二、ー、次元列ベクトルを2本ベクトル A ベクトル B を束ねたのがあの 2, 次2行2列の行列で。 えーと縦に読んでいくと A1 B B1 B2 あのー、呼び方はあの縦で読んだり横で読んだりしますけどまあ横が最初は横が多いですけどだんだんと縦に読んだりもしていきます。それで次はあのーえーとここにありますけどあの3本た、あのー、束ねちゃったら HA2B1B2C1C2 B B ってなります。あのー、もちろんあの一般の 何本あったったていいわけですよしか,らしかもあの二次元レスペクトルじゃなくて同じあのあの次元のレスペクトルを何本か並べていったらそれで行列完成ですねいいですか、えー、それからちょっとあのもう,もうなし崩しに使っちゃってますけど <laughs> 一列は A1A2 ですねこの場合で12成分がここのえこれ使うかな。 1> 1成分はここですすねいいですかそれから A2B に,にはあのその第2行ですね。えー、それでついでに言っとくとだそうするとここがあの第3列ですね。それから次にやるとこれが、えー、これ第2行ですね。まあ、こんな感じです。 行と列はししっかり覚えましょうで12成分だけじゃ足りないかもしれないからえここねこれはあのこの表現では1行3列で13成分ですねで今言ったけどこれ1行3列とも読みますしここは1行2列ですね大丈夫ですかまあいろんな言い方があります それで,であのじゃあ行列×列ベクトルっていうのは実はですねあのもうかなりいろんなところで出てきてましてこの表現なのねまたはあのちょっと色を変えるけどこの表現この表現よく出てきてますね。でこれをですねあのあの表現をあの簡単にしたいとかまあいろんなあのあの行列の席とかであのいろいろあの議論をして 議論しやすくするためにあの行列の席を定義していくんですけどで,で実は逆に行列もを定義していくわけですけどあのいいですかだから <coughs> その A と B 束ねたものに xy かけるっていうのは xA プラス ib です。それから ABC って束ねた,ばたあの2行3列のものに XYZ かけると XA+YB+ZC プラスプラスです。でもうなんかあのなしすにいろんなこと言ってるけどこの,あのこことここねこれ定義するのには別にあの A が ABC が3次元ベクトルでもいいし4次元ベクトルでもいいですしまあ何次元ベクトルでもいいわけね。 いいですか、えー。こういうことに注意してください。後で出てくるなかったかな。でだから x 倍のそうすると、えっ、ー、とここ見てください。あじゃなくて、<coughs> えっ、ー、とそうすると x 倍の h a にプラス y 倍の b 一 b 二ですから計算すると x xah プラス y 倍の b1 いいですか？これちょっと注意するよ。えー、大成分ここですね。ここを見れば、えー、っと xh プラス y 倍の b1 になりますね。でもうもういいと思うんだけど、<laughs> で x 倍の a にプラス y 倍の b に見ると xah プラス y 倍の b にですね。ここですね。 それであの、ちょ、ちょっとあの、ここには書いてないけど。ちょっと黒板付近入る。<laughs> えっと。いいですか。えー、っと、黒を使おうかな。あの、これあの。えーっと、どう。エイチビーチに。エックスワイをかけてますね A 2, 2。エーに、二行に。 スイをかけててますねこれに注意してくださいだからあの定義はあのここのや赤色の矢印なんですけどえここねえとここですねあるいはここですけどあの具体的な計算はあのここの左側のこちら側の左側の行ベクトルと右側の列ベクトルをかけて並べるっていうのがあの まああのであの右側の方のあのその行ベクトルと列ベクトルの積でかあの書いちゃうと実はだから逆見えないよね。いいですか。あのまあな慣れなんだろうけどあの左から右に行くのは簡単だけど逆にあの。 えーっとこの色まで変えちゃっていってます逆に右から左に行くのはなかなか難しいですね。いいですかだからそれちょっと注意してください。右側の成分であの成分というかあの行ベクトルでスペクトルで定義したっていいんですけどその時は xa プラス yb がなかなか見えないですよね。それはちょっと難点です。それであの えじゃあ,あ,のまあもうちょっと足りないなま,あまだやんなきゃらですね。でそうすると ABC に XYZ をかけるわけね。そうすると XA+YB+ZC プラスプラスでしたね。でそれで次はあの x h a 2 y 倍の b 1 b 2 z × c c 2ですね。いいですかそれであの。 そうすると、ここに対応するのが X。X. A.、Y. Y. の B. ですね。いいですね。それから。えっと、これ。第二、ええ、第二セブに対応するのが、ちょっと聞きなっちゃいましたけど。えっと X、X. A. にプラス Y. Y. の B. にが出てきますねわかりますねで、これもちょっと場所がなくて、困っちゃうんだけど。かけるかな。 い,いですか a 1っとこれ B1 だねで C1 に XYZ をかかちょっと2つかけないから分かるで、ね、いいですか左側の行ベクトルに右側の列ベクトルをかけるというわけですいいですかあかけるねちょっと書こうと思ったら書ける。 いいですか A2B2 これ2をね左側のこれに XYZ をかけるわけ、えー、こういう形であの成分というかあの左側の行ベクトル右側の列ベクトルをかけるという形でもうかけますね、えー、でですねあのこれ見てあの注意してほしいことが一つもう一つあってえー、っと 連立方程式はあのいろんな形で表現できます。いいですか。あ、五色を学見いいですか。a 1 x プラス b 1 y イコールアルファ、a 2 x プラス b 2 y がベータっていうのは、えっ、ー、とどこ見てほしいかというと、あのどうここここね。 ここ見るとあのこれが見えますねいいですかですからこれイコール αβ ですから xa プラス yb プラス yb が αβ ですねでそれであのそれであのちょっと動揺してますけどここにあのでこれあの xa プラス yb が a に b h p にっていう行列に xy かけたものですかそれが αβ っていうふうになりますね。いいですかまあこういうふうにあのあの連立式方程式もまあ第一段階はあのベクトルに xy かけたものがあの ab の,あのまあこういうのを一時結合っていうんですけど。 まあ徐々にあのしゃべっていきますけど AB の1次結合がアルファベータにな,りなる xy を求めるっていうわけですけどまあそういう表現があってその次は行列にあのえっと x y かけたものがアルファベータになるっていうふうな表現があります。で次にあのこちら側のもういいですね三元連立方程式であの 方程式そうするとさっきも言いましたけどどれを使おうかなえっとここ,ここの表現を見るとあのあの A1X プラス B1Y プラス c z a 2 x プラス B2Y プラス c z がえーここですね XA プラス YB プラス ZC に当たりますねそれがアルファベータに等しいわけですねでここでもあのそうすると 行列2行3列の a 1 a 2 b 1 b 2 c 1 c ですねここねこれに XYZ をかけたらアルファベータになるというような表現もありますいいですかだんだんあの連立方程式はあの何ていうかあの行列で表現するようになっていきますいいですかえというわけですそれでまあいろいろあるんだけど じゃあ今度は産業の行列に二次正方行列じゃなかったのかとかいうふうに言われるかもしれませんけどまあまあちょっと我慢してもらいますけどえっと A は A1A2A3B は B1B2B3C は C1C2C3 です。それで,あのでそうそうそう あっここで言ったことなんですけどここの abc とかは別にあの2次元列ベクトルじゃなくて3次元列ベクトルでも4次元列ベクトルでもいいですよって言いましたね。それとそれについてです。あこちらだえ。それと ab に xy をかけると xa+yb プラス。でこれをずっと計算していくといいですか えっとあのいいですか x 倍のえっと今どこ見てるかというと x 倍の H2A3 それから y 倍えっと y 倍の b1b2b3 ですね。でそうすると,えっとこの3次元レスベクトルが並んでるわけなんですけどえっと第7見たらどうですか x 倍の a1 プラス y 倍の b1 ですね。でそうするとこれはあのえここにありますけど、a1b1 と xy かけたもんですね。でもちょっと全部やるのは大変だから、じゃあ第三成分を見ると x 倍の a3 プラス y 倍の b3 ですね。でこれはあの a3b3 に xy をかけるもんこれになります。でえっと abc <laughs> いいですかこれ大変ですよね本当。こでもこちょっと大事なことだけどえーっと A1A2A3B1B2B3C1C2C3 でこう何かえらく大げさなんだけどこれはこんなふうにあの単純にあの行列として表現できるわけですね。それにあの でこれには xyz をかけるのはいうのは xa+yb+zc プラスプラスですねで。でさっきもやってたけどえっと第一成分だけ見るとここね x H。x a プラス y 倍の b プラス z 倍の c 1ってここにありますよね。これはですから hbc1 に xyz をかけることになります。いいですか全く同じですね。 それでじゃあ第三成分はあのどうなるかというとここを横足すわけね、x 倍の a 三プラス y 倍の b 三足す z 倍の c 三ここにありますね。でそれがあの a 三 b 三 c 三に xyz かけることになります。いいですか。まあこんな風にしてもこれだけあればもうあとはまああまり困らないのね本当言えと。 いっぱいね最初にあの M 行 N 列とかなんかあのやる人もいるけどそれはちょっとねあの理解が難しいんだと思うんですよね。一つずつ増やしとかもうこれで全部あの、OK、ですえーでそれであの今日はあの二次正方行列の席までやりましょうか。でこれについてあのちょっと補足することがやっぱりあるんだけど。 いい x はベクトル A ベクトル B を束ねたものでですから今ここを読んでここ見てますよえっ、ー、と A1A2B1B2 ですね。y はあのえっ、ー、とベクトル P ベクトル Q を束ねたものでえっ、ー、とここ見てますよ P1P29192 があの成分ですね。いいですか で xy はですねこの時ですねあのここで定義しますあこれこれ,あのこれ定義じゃないです,すいませんちょっとね焦ったここですねえっ、ー、と xp と xq をあの束ねたものがあの x に pq っていうこれ xy ですね <laughs> になりますでそうするといざえっ、ー、と えーとこっちでやるかこの xp が p1a プラス p2b ですね。いいですかあのさらにあのこんなふうに書いてもいいですよ。えーっと ab に p1p2 ですかそれから ab に9192ですね。こんなふうに。 なのを一旦書いてもいた方が分かりやすいかもしれませんね。えー、そ,うそうすると、あのー、ここが P1A プラス P2B だって分かりますね。えー、それからあの,ー、の XQ はここに当たりますからえー、っと Q1A プラス Q2B で,でこれをあの成分で書くと、あのー、いいですか、えー、さっき、あのー 左側が行列で右側が列ベクトルの場合のを書くとあのその第1列がこんなふうになっちゃいますねこれねここねそれから第2列はあのこんなふうになりますねでそれさらにあの左側の行ベクトルと右側の列ベクトルっていうふうなとになるとこれが出てきますねいいですか これが一列で二列はこれですね。だからえっとなんだっけえっとどこあのここのあの二行二列に着目するとあの a 二 b 二2九一九二をかけたもんですね。まあ要するにあの左,が左側のえ行ベクトルと右側の列 x の行ベクトルと右側の y の列ベクトルをかけて並べ今の場合は正方形ですけどまあ一般には長方形になるんですけど正方形について並べたものがあの行列の席になります。それで、えー、っともうちょっとあのさらに進めていきます。 えっとこのつ続きですけどあのなんでこんなあのめんどさいことをするかということに関係してきます。あ,あもちろんあのそれ自体も大事なんですけどでそれ自体大事だっていうのはこのえ行列の積の基本性質なんですけどえっと先ほどぐらなんかあのよくやってることなんですけど x に あのこれですからえっとこの状況ですねえっと x っていうのはえっと ab まあ成分表示では a1a2b1b2 だと思ってくださいで p はあのとか q は k2 ですね 二次元レスベクトルですえそれであのえっ、ー、と x に p+9 加えるっていうのはあの xp と xq の和ですになりますし x にラムダ p かけるっていうのは xp にラムダ倍かけるっていうことになります。でこれあの二つ合わせるとこれ同じことなんですけど x に ラムダ P プラス μ 倍の9をかけたらラムダ倍の XP プラス μ 倍のこれ点書いた方が分かりやすいですかえこれと同じ項ですいいですか足し算えっと足し算が外に出ますし定数倍が外に出るっていうことをまとめるとあの この x にラムダ p μ 倍の q をかけるとという公式になります。じゃあですね上あ,あ両方やりますか。えっとなんというか x に p たす q を加えるわけですけどああかけるんですけどえっと加えてはいません。あのその p たす q っていうのはここにありますけどこれがあの ええー、P プラス91、P2 プラス92ですね。そうするとあのー、次にあのー、ここであの掛、ー、け算の定義ですね。だから P191 プラスあ 91P1 プラス91のを A にかけて P2 プラス92を B にかけて加えてるわけですね。それでえっと。 ここであのあのなんだろうえっと P1 と P2 についてあのまとめると P1A と P2B が出てきますね。その次にえっと9一と92についてあのまとめると 91A プラス 92B ですね。いいですかでそれでそろそれぞれこの二つ カッコで分けてますけど、X. P. と X. Q. ですね。いいですか、だから X. P. と X. Q. になります。次は、だから、そうすると、あの、このラムダ P. っていうのがここに。これ左辺ですね、えラムダ P. 一ラムダピンですね。で、そうすると、あの。ラムダ P.、えっと、点に当たるのが。 ここです、ね、えー、っと掛け算の定義はラムダ P1 を A にかけてラムダ P2 を B にかけて加えてます。それでこれあの <laughs> 一般にラムダウがあの、K、定数であのスカラーでえー、っとまあ A でいいですか A があの N 次元レスペクトの時えー、っとラムダ倍を ミュー倍の a にかけるのはえラムダミュー倍ラムダミューを a にかけると同じことですからまあというわけであのラムダ倍の p1a プラスえっとどうかというとこうですねえラムダ p1a プラスラムダ p2b になりますでこれラ次ラムダをあのいいですかあのななんんだろうここね ラムダをまとめると分配法則があってラムダ倍の P1A プラス P2B になりましてそうするとあのこの P1A と p ー2あこう5色だねあっ飛これ B ですねえっ、ー、と P2B でこれが XP になりますいいですかまあというわけであのえっと ラ、えっ、ー、と、エックスにラムダピーかけるのは、エックスピーにラムダかけると同じことだってことがわかります。古色語ですね。ちょっとメモしておこう。<laughs> それで、えっ、ー、と、でだからさっきここで言いましたけど、あの上で言いましたけど,ど、ここってのはどっかというと、あのここね。 いましたけど、まああの線形性はあのこの式でえっとまとめることができます。まあいいですね。それでで結合法則なんですけど、ここは実は大事なところです。本当になると、え x があの a b で y が p q ですね。で c が c 1 c 2ですね。それでえっとそうするとちょっと待ってね。 これがあのえっとこれがあの,の P1P2 使わないんですけど9ちょっとき汚いなえっと9 1 9 2二次元レズスペクトルですね注意してくださいそれであのそれであの 左辺は x に c1p+c2q をかけてます。いいですかでそうするとあの今線形性を使うとここ線形性ですね。えー、っとそうすると相変わらず足し算は外に出,出るしあのー、どうですか C1 倍はここに出ますしえっとこの C2 倍は外にこんなに出ますね。でそうするとこれあの xpxq を並べた行列にこれ x イン碁ですけどねこれ x イン碁ですよここえこれに C をかけることになります。いいで,すかでこれ結構意味がありまして。 えっと, <coughs> えー、っとどっちか先にやろうかな <laughs> えっと結合法則の次の,あの行列3つの結合法則があるんですけどえっとちょっとあのっとくとえーっとですねえっともうちょっともう一回見せてくだないえーっとスちょっとこれも悲惨だな <laughs>。 ちょっとあの難しいの <laughs> えちょっと順序間違えると悲惨だからえっと y が pq でしたっけそれであのまあもうちょっと一般的にやろうかと一瞬思ったんだけどやめましてえっとこれ使って2つあのー その像を作れますえっとそうするとこれ xy でいいかな ?xy に対してえっと本当はこの largexlargey があって気持ち悪いんだけどまああんまり気にしないでくださいね。まあだから pq に xy をかけるわけね。でここはあの次は st に対して。 SA プラス T 倍の B これ何かというと,あのえっと AB に X ですね ST をかけるわけです。でそうするとあのあの合成ねちなみにあのここ f x にしましょうか。 これを fy にしましょうかで合成考えましょう合成いいっすかえ何かというと,えと fx とここをそうすると,と fx‐fy ですねこれちょっと順序注意しましょうこれに xy をかけるわけねいいっすか でそうしますとこれはあのどうでしたっけえっと fx に y に xy をかけるわけですね。でそれでえっとそしたらこれは次はあの x これ ab ですけどねにあの yxy をかけるものになります。 それでここに大事でこれ結合則ね結合則を使うと xy をかけたのに xy をかけのになりますまあというわけで実はあのこれはあの f, f だけど あの XY、という二次正方行列を、えー、が定める写,写像線形写像って言うんですけどね <laughs> いいですか例えばあの、えー、と一つだけやっとくとこれは、X、が定める線形写像って言います。 まあですからこれはそうすると F の x y に x y かけるわけね。でというわけであのこれ2のええっとあのこ,のここのここばっかり言ってるけどこの k2 の xy2 ですね。ですからこれ,これを持ってえっと何が分かったかというと, FX と f x と fy の合成が。 fxy だというわけでこれが、えーまあ、逆に言ってこれが成立するようにこれってこ何かというとこの等式ですよ。この等式が成立するように xy を定義していると思っていい,いいわけです。いいですかじゃあ次ですけどこれあの、えー、とさらにあの z をベクトル c ベクトル d にしましょうか。えー、そうすると xyz なんですけど <coughs> xy をかけたものにこれは二次元列あの二次正方行列ですよこれいいですか今分かったのはあのちょっと前提にしておくとえ,えっと x と y が二次正方行列にしますねで X と y かけたのも二次正方行列でしたね。だから x かける y に z かけることもできますし x に yz をかけることもできます。で実はこうかけ算あの順序変わらないわけです。順序っていうのはあのどの2つを先にかけ算するかっていうのは関係ないです。じゃあ左ね左辺からいきましょう。 いいですか、えー、と左辺こ,こちらねそうすると,、えー、と Z は CD ですねいいですか、えー、それでそれであのそうするとかけ算、えー、と二次正方行列にあの C と D かけて並べるわけねとですねいいですか今どこ行ってるかというと,、えー、とここまで来ましたよ でそうするとあのここであのそれぞれ第1列と第2列にいいですかあのその結合法則1番を使います。いいですかえっ、ー、とそうするとここにあの結合法則を使いますの1番ねここ番。今2番やってるわけだけど。そうすると x に。 YC YD けけたたののと X に y D をかけたものをも並べてますでそうするとこれあのですえー、っとなんだっけ、えー、っとどえっとばっかり言ってるけどこの ycyd っていうのは yz ですからこれあの右辺ですねいいですかえー、っとこうななんだこれ。 あのこれはあのこの XYZ で、えー、これで証明できました、えーまあ、こ,れあのこれがやるとまあ大体いろんなことができるようになりますそれであのじゃあちょっとこれはここまでに今日はここまでにしましょうかここのはやってもいいんだけど行列式のとこで少しや,あやってないことがあるんであとでまた来週回しにしましょういいですか このパート4はここまでですねじゃあそういうことにしましょう